速報です。十四分街で強制ホローが突如発生、完成レベル3を突破。ホロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。十四分街に近づかないようお願いいたします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？十四分街、確か他のニュースで。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。申し訳ございません。ホロー災害の発生により捜査活動に影響が出ております。私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲った主犯関賀組のメンバーで、どれも極めて危険なマスラオ、犯罪者です。特に彼らのリーダーシルバーヘッドミゲルにはくれぐれも気をつけて。いや、俺はニュース記者だ、聞こえるか、このだま。いや、すぐに足取りつかんで、つかるな、こら。そうだ、徹底的に、そんで最後にはさん、まだ状況を報告している最中です。どうか。でも、やがれ、関賀組のお前よく聞いとけ。ホローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。治安局の航空隊がすでに配置についてる。てめえら全員でかな、なあ長官。窓だ、ニコの親分、窓から出られるぜ。でもあの下はホローで。仕方ない、とにかく外に出られれば。ガラスを割ってくれる、ビリー。楽勝、任せとけ。え、あ、弾かれた、丈夫そうね。もうやっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おめえらの火力じゃ割れねえよ。なんでもやのジャトや。なぜ関賀組の縄張りで盗みを働く俺の兄弟たちが苦労して。くっ、研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあ
おっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ？噂よりイカれてるじゃない。待った、あれって閃光弾？そう、 GS2型コールーメン軍用閃光弾。爆発時の非常に強い明るさが特徴。よかった、起きる時間よビリー。何？頼むから目閉じるなよチーズ。目がやっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて、あっちだよ。長官、こちらスクロー4、正体不明の発光地点に到着しました。敵が組を発見。繰り返します、敵が組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの？ほらほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？くそ、ちゃとやめ。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。なに、関ヶ組のを発見した？なにしてんだ長官。最大光景のやつを選べ。正義実行だ。フクロウ4、攻撃命令を確認。やば。あとでクレームを出してやっからな。入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス、早速現れたわ。
鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。ならここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビー・デマラ、何でも屋、ジャト屋の従業員。ある事故により私は現在強制ホローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。ホローで迷う確率は 96.4%。 これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのホロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にホローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてホローに入らないように、さもなくば。うわあ、アンビーじゃねえか。よかった、お前もきっと無事だって信じ。うわあ、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリー・キッドによく似ている。何言ってんだお前、俺だ、俺ビリーだって。昔ある調査員がホローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。調査員が偽の隊員をホローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをホローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはホローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーに誘いたい人は。あ、ディナー、そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。ええ。
そうだ、うん、はっ、やれやん、命中。おっと、危ねえ危ねえ。悪いな。個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえように、せめて急所を狙ってやるよ。ん？やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ。集中して。あボンミスだボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。で、ちょ、アンビ何する気だ。彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は殺す。やっぱりだ、エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。奪っちゃならねえ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ、エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。うわ、助け、消えろ。ダメだ。うわ、コアが現れた。まずい、もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ。そうだ、アンビ構えろ。え、腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ。どこかに行って。聖なる星の光を浴びろ。ターゲットを排除する。
クロスファイア。復元した。エーテル活性も上がってる。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。撤退だ。それでは十四分街の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によればこれは治安局によるものです。違法暴力団関ヶ組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが航空隊の武力を借りたとのことです。ですがこの情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、フォローに落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は十四分街に近づかないようお願いいたします。続きの報道は。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの。一生のお願い。こんにちはニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよねニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたのニコ。お兄ちゃん確認してきたよ。店の外に不審者はいないみたい。安心して、あとはつけられてないし目もつけられてない。やっとの思いで十四分街から抜け出したのは私一人よ。それならいいんだけど。もう分かってるわよ、市政選挙が近いから最近は特にピリついてるんでしょ。プロ騎士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし。それに。はいはい、分かっているならいいんだ。それはさておき、ニコ、何か用かい？あんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。それでビリーとアンビーがホローに落ちたの。二人を助けて依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。フォロー調査協会に救援を申請したら？私今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。フォローレイダーをやったってバレたら大変なことになる。それにあの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくね、その方がよっぽどニコらしいじゃん。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをフォローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょバエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払うから。まあいいか、今回だけだよ。まだダメ？じゃあ追加で。あれ、起
けなの？ああ、お兄ちゃん即答しちゃうんだから。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。ん？何か聞こえたような。気のせいよ。無理しないの、ニコ。一旦ここで休んでてよ。あんたには仕事の下準備として、後でイアスをホローの近くまで連れてってもらうんだから。もあんたのボンプ分身ね、任せて。お兄ちゃん、先にニコの傷の手当てをしてくれない？ホローへの潜入に向けて、私が代わりに HDD システムを調整しとくから。じゃあ仕事を始めるか。イアスお願いね。オーケー。さあほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。なら始めるよ。上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の弱スロットが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。二人は休んでて、見張りは僕がするから。ありがとう、プロキシ先生。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトーン、相変わらず頼もしいね。いやいや、プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。ニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさかかの有名なパエトーンを探してくるなんて。プロキシ先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上に、ホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ？治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ？もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろう。エーテリアスの声。早くね。横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、
ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの御前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。しっかりついてきて。道中での戦闘は任せて。もちろん戦いが長引いたら手を貸してくれると助かるけどな。最寄りの出口を見つけたよ。右のルートを行ってお兄ちゃん。店長、ガイドは任せたぜ。前のエリアを測定するから待っててね。よかった、危険なエーテリアスはいないみたいだよ。このまま出口まで進んで。フォローの観測データだよ。大量大量。店長、道案内は頼んだぜ。敵は他にもいるよ。気を引き締めよう。外れ。避けて。そう。うん。はい。来たぜ。スターライトここに輝く。私についてきて。ターゲットを排除する。接装置
使わせてもらおう。これで軌道に沿って一気に移動できるよ。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによるとドアの開放条件はギアコインの投入額です。フッフッフ、ここはフォローだぜ。俺たちおとなしく金を払えだと。俺がその条件を飲んだとしてもスターライトナイトはどうだかな。そんでもってスターライトナイトが首を縦に振ってもニコの親分が黙っちゃいねえぜ。くらえ、スターライトグローリー。エージェントビリーが銃を取り出しドアロックに銃傷を叩きつけています。ドアの開放を検知しました。またエージェントビリーの腕部外骨格が部分的に損傷しました。クソトラ。店長、次はどの方向に行けばいいんだ。このまま進む。了解、このまま進むぜ。え、待てよ、このまま進むだと。けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、お兄ちゃんの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。リン、やっとログインしたんだね。ごめんごめん、さっきまでずっとホローの出口の安定性を検証してたの。ビリー、アンビー、聞こえてる？とにかくお兄ちゃんがさっき言った進路は間違ってないよ。知っての通り、ホローの中は秩序のない混沌、つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。あとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。私たちを信じて。お兄ちゃん、もう感覚同期を解除してもいいよ。それじゃ切るよ。またね。
静かになった。普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃ。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら二人とも乗って。ニコの親分。はね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎないか。まさかまた信号を無視したのか。そんなことないわよ。普通の青信号とR値255の青を通過しただけだから。ま、それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかったわよ。アンビ、R値255の青ってなんだ。あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだからそろそろツケを払ってもらえる。待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもフォローから出すこと。ほら半分しか終わってないじゃん。安心してニコ、ただの冗談だよ。ちゃんと覚えているさ。もうパエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。関ヶ組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ。ここまで体を張る価値があんのかよ。早速答え合わせをしましょう。これを見て。綺麗なアクセサリーだね。嬉しいよ。けど借金を払うには足りないかな。何言ってんのよ。これは小型のメモリディスク、シルバーヘッドの所有物よ。重視分解から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねえねえパエトン、なんか方法はないの。あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない。 HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いてるんだよね。けど内部のデータを取り出すだけでいいなら。お兄ちゃん、私インターネットの演算パワーを拝借して復元してみるね。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな店長。ではまた。
たわね。金庫の位置はもう把握したわ。それでこの前頼んでたやつはどうなったの？メモリディスクの修復のこと？うん、バッチリ。それに2個の勘も当たってた。中には金庫の暗証番号が入ってたよ。さあみんな、プロ騎士のおかげで準備は整った。そろそろ次の計画に移るわよ。アンビー、計画を説明してちょうだい。了解。諸君、こちらにある新エリートの地図を見てくれたまえ。我々の行動計画はクリティホローに入り、上級エーテリアスデュラハンを倒して金庫を手に入れることである。それでおしまい？そうよ。それが何か？じゃあ新エリートの地図を用意した意味は？ニコは協力者に舐められないようプロらしく振る舞おうと言ってた。さもないと後々値切りが面倒に。また余計なこと言って。ビリー、なんでちゃんと見張ってないのよ。俺のせいじゃねえって。アンビーが準備したプロのミーティングがこんなんだとは思わなかったんだよ。あ、だから集合前に探偵映画のミーティングシーンを見てたのか。あの、全部聞こえてるんですけど。こほん。とにかくアンビーが説明したように計画は至ってシンプルよ。金庫を探して取り戻す。外からじゃホロー内の状況をリアルタイムで確認することはできないから、中での支援とガイドは任せたわ。よし、ホローに入れたわね。早速私の金庫を探すわよ。そういや、ニコの親分、一体どっから金庫の位置情報を入手したんだ？それは企業秘密よ。そう簡単に話すわけにはいかないわ。でもまあ、今ここに部外者はいないわけだし、ちょっとだけなら教えてあげてもいいわよ。それはぜひ聞かせてほしいな。うわ、お兄ちゃんが乗ってあげてる。こういう時のニコって意外と繊細だもんね。何言ってんのよ。こほん、言ってしまえば単純よ。調査協会にツテがあるの。実は彼ら、ここ最近のホロー定期観測任務とエーテル資源採掘任務の記録係を任されてたのよね。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、フォロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。相違のあるポイントを羅列すれば、おおよその位置が特定できるでしょ。さすがにこの親分。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、フォロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。相違のあるポイントを羅列すれば、おおよその位置が特定できるでしょ。さすがにこの親分。なんで2回行ったんだ？プロ騎士、突っ立ってないで、そろそろ出発するわよ。大まかな位置は把握してるけど、どうやってたどり着くかはあんた頼みなんだからね。あの上級エーテリウスの信号は近いよ。
もっと正確に位置を特定できるよ。まずはあそこに行こう。通り道、敵がいっぱいいるみたい。みんな気をつけてね。金庫の信号が近づいてきてる。こうやって複製する。この辺りの空気、やけに淀んでるみたい。ああ、俺の視覚センサーの解像度も若干下がっちまってるぜ。つまり私たち、目的地に着いたのね。そうよね、プロキシ。ごめん、聞こえなかった。なんて言ったんだい？こっちは大金を払って雇ってるんだから、ガイド中にぼーっとしないでよね、プロキシのパエトーンさん。これ以上サボったらインターノットで低評価をつけるわよ。インターノットで低評価をつけるわよ。不具合かもしれないけど少しイラッとするな。お兄ちゃん、不具合かもじゃなくて本当に HDD の様子がおかしいの。なんでかログがエラーを吐いてる。ちょっと待ってて、リアルタイムで調整してみるね。店長、このまま進むのか？みんな、フォローの活性が HDD の信号に支障をきたしてるみたい。くれぐれも慎重にね。ちょい待ち、ターゲットの位置が変わったみたい。まあ、
ずっと一箇所にいるわけないしね。変だな、これシステムエラー？ひょっとしてモニターの異常かな。ちょっと待って、 HDD デバイスを調整してみる。指のモニターをつなげたよ。モニターのサイズは一旦これで我慢して。ニコ、みんな大丈夫？もしもし、ニコ、アンディ、ビリー、なんでみんなの信頼が消えちゃったの？僕の意思じゃない。弾き出された。 HDD がホロー内部とつながらない。緊急調整だね。うん。ああ、ダメ。一通りやったけどやっぱつながらないや。おかしい。本来なら HDD の技術はホローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。 HDD 以外にホロー内部との通信手段は。プロキシもキャロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が。残る手段はただ一つ、再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって。強制終了したはずなのに、どうして画面がついているんだ、リン。もしかすると原因は外から。永遠に気づかないと思っていたぞ。あえとなんだ、伝説のプロ棋士といっても所詮その程度か。パエトーン、見ての通りこのシステムはすでに私が掌握した。何のつもりだ。何のつもりかだと。私の要求は至って簡単。金庫の暗証番号をこっちによこすんだ。金庫？なんだそれは。シラを切るつもりか。おいおい、まだ状況分かってないようだな。さっさと金庫の暗証番号を渡せ。そんなこと言われても、知らないものは知らないんだってば。やれやれ、0点の回答だな。往生際が悪いとはこのことだ。ならば、ことの重大さを再認識させてやろう。今私の支配下にあるこの設備は、貴様らにとって非常に大事なものらしいな。待て、こいつまさか。嘘をついた罰だ。そんな、アルファデータステーションが。これでわかったが、私がその気になれば貴様らが誇るものなど一瞬にして無意味な1と0に分解される。今回処分するのは一部だけにしておこう。覚えておくことだ。その運命は今や私の手の内にあるのだと。貴様らの顧客は敵に回してはいけない存在を敵に回し、手を出してはいけないもの、あの金庫に手を出した。貴様らがシルバーヘッドのメモリディスクからすでに金庫の暗証番号を入手したことも知っている。よく考えてから答えた方がいい。こいつ。ああ、それと貴様らの気の毒な顧客は未だにホローの中をさまよっているようだな。偶然にも先ほどいいものが取れたんだ。これを見ればどうすべきかわかるだろう。パエトン、転送したぞ。
映像の保存と読み取り機能は残してやった。他の媒体で再生しろ。今すぐにだ。他の媒体？けど今他に映像を再生できる設備なんて。あ、テレビ。うん、映像をビデオテープにダビングしてくるね。邪魔しないで。後ろにも敵だ。側面からも。ねえ、本当にこの道で大丈夫なの？店長、どうしたんだ？ずっと黙って歩くばっかで。戦闘を回避するつもりもなさそうだけどよ。プロキシ？怒ってる。ニコが着手金を支払うときに値切ったりしたから。あ、そうなのか？そんなわけないでしょ。おかしい。ホローに入った時から全然ガイドしてるようには見えない。まさか外でトラブルでもあった？ねえ、何かあったの？あ、ちょっとそっち行かない。もう奴らを食い止めて、プロキシを守るのよ。プロキシ、プロキシ、ちょっと一体何が起きてるの？ああ、もう今日は本当についてないわね。やれや。そのならまだあるぜ。取り立てに来る大家さんみてえだな。時間だ。これで4回ホロー内安全活動推奨時間が過ぎたぞ。プロキシ、早く正気に戻らないと永遠に借金を回収できなくなるわよ。隠れて。なんだ、また化け物が来たのか？エーテリアスじゃない、ホロー調査チームよ。この前にいる。なんだよ、調査員か。待て、調査員？助かったぜ、ニコの親分。調査協会の連中ならキャロットを持ってるはずだ。助けを求めれば奴らと一緒にホローから出られるぞ。何バカなこと言ってんの。あれって治安局の仲間でしょ。私たちはホローレイダーなのよ。あいつらについてここから出られても最後は逮捕されちゃうわ。俺たちだけじゃそうかもしれねえが、こいつも一緒なら。覚えてるか、治安局の政策でプロキシを突き出せば手柄として減刑してもらえるって。今の状況を考えるとビリーの提案は実現できる可能性が高い。プロキシ先生の身柄と私たちの安全を引き換えにするか、引き続きここをさまよいながら
ポンプが治るのを待つか。ニコの親分、無理強いはしないぜ。どんな選択だろうと俺たちはあんたに従う。ニコの親分、うるさいわね。ここは長くとどまっていい場所じゃない。行きましょう。感動したと言わざるを得ないね、プロ騎士とホローレイダー。調査協会の目の前でホローの利益を盗む狼とキツネ、利益をめぐり互いを傷つけ合う協力関係をたくさん見てきたが、あの者たちはパエトーンの存在を隠すために生き延びるチャンスを捨てたようだ。ご立派なことだ。残念ながら構われた方はその恩に報いるつもりはないようだが。もういい、お前の要求は分かった。暗証番号を教える。え、お兄ちゃん何を。だけど残念ながら手元には残っていないんだ。あれは電子暗証番号で、お前が処分したデータの中にあった。なんだと。何の冗談だ。慌てなくても大丈夫だよ。復元するのにインターノットの演算パワーを借りたから、そこに暗証番号のバックアップが残ってると思う。システムの操作権限をこっちに返してくれれば、すぐにでも暗証番号を。そんなことをするはずがないだろう。プロ騎士といい、ホローレイダーといい、狡猾な連中ばかりだ。隙あらば操作権限を取り戻そうと企む。バエトーンとくればなおさらな。待てよ、今インターノットにバックアップが残ってると言ったな。インターノットのアカウントを私に渡せ。自分でバックアップを取得してくれ。なぜ黙る。ああそうか、インターノットはプロ棋士事業の土台だったな。アカウントを奪われることはパエトーンとして存在した全ての痕跡を抹消されるも当然だが、ホローにいる者たちを救いたければ早く決断した方がいい。長くホローの中に留まれば化け物になってしまうからな。じゃあインターノットのアカウントをあんたに渡した後、あんたにシステムを壊されたら誰が彼女たちを助けるっていうの。私が救い出すと約束する。これで満足か。もっとも今は私を信じるより他ないと思うが。分かった、インターノットのアカウントを渡すよ。その代わり約束を破ったら絶対に許さないから。ソース認証ページまで転送するとは。いいぞ、完全に諦めたようだな。一つ聞かせてくれ。貴様らのその協力的な態度には私も気分が良くなった。言ってみろ。あの金庫には一体何が入ってるんだ。貴様らのようなものには触れる資格さえ永遠に得られないようなものだ。だがまあ少しくらいヒントをくれてやろう。知っての通り、フォローは常に変化し続けている。そこから脱出するためのキャロットは膨大なフォローデータをもとに算出されている。しかしフォロー観測設備による誤差の積層はデータの有効性を失わせる。それを防ぐためには数日ごとにフォローのマスターデータを用いた修正が必要だ。都市の統治者がただ一つ有するロゼッタデータでな。金庫の中に入っているのはもう一つのロゼッタデータと言っても差し支えないだろう。とにかくそれがあれば
本当の意味でホローを自由に出入りできる。なるほど、確かに価値のあるものだ。プロピシアホローレーダーにとっては夢のような代物だろう。だがもう貴様らには何の関係もない。さてサービスの時間は終わりだ。答えろ、電子暗証番号はどこにある？プロ騎士の身分証明はアクティベーションした？ああ。そういえば最後にもう一つ聞きたいことがあるの。おいおいおい、何か勘違いをしているようだな。私は貴様らの友達になったわけではない。調子に乗るなよ。私たちが聞きたいのは、あんたのハッキング技術がそんなに優れてるのなら、なんで直接私たちのシステムからデータを盗まないのってこと。暗証番号のバックアップがインターネットにあるって聞いたとき、どうしてインターネットをハッキングして奪おうとしなかったの？何が言いたい？警告しておくが、人を助けてやるという約束を破らせるな。思い返してみれば、あんたは私たちのシステムを制御する以外、ハッカーらしい手段を取らなかった。それどころか、むしろ誘拐犯みたいにニコたちの安全を脅し文句に使ってる。お前の実力はその程度なのか？自分自身で言うほどすごいやつじゃないんだな。黙れ、アドレスを教えろ。そう興奮しないでよ、謎のハッカーさん。今手伝ってるんだから耳を澄ましてみて。サイレンの音が聞こえるでしょ。何をした？新エリートの善良な市民としての義務を果たしたまでだよ。もうすぐ市政選挙だから、当局がプロ騎士やホローレイダーみたいな危険人物を通報するように呼びかけてるの。わざわざホットラインまで設立してね。答えろ、一体何をした？正確にはその専用ホットラインで治安局に確かな情報を提供したの。インターネットのとあるアカウントについてね。そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか？ううん、外れ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃんお疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったね。うん、びっくりした。暗証番号を教えるなんて反応できたからいいけど。大丈夫だって、僕たちはパエトーンだろ。よし、再接続、ニコたちの救出を急ごう。よかった、システムの操作権限を取り戻せた。でもイアスに再接続する方法を考えなきゃ。手動でやるっきゃないね。ニコたちが待ってる。よし、これでローカルデータの信号をキャッチできるね。外部接続が解放されたよ。うん、 HDD システムの再接続成功。よかった、ニコたちの信号が戻ったよ。早く行こう。ぐー、ホローに侵食されて化け物になった。はいはい。おい、アンビリ、手噛むのはやめろ。
つうか歯は大丈夫なのかよ。ごめんなさい、ニコを笑わせようと思って。私はこういうことには向いてないと再確認した。でも確かに随分長くホローの中にいるよな俺たち。エーテル適応体質だって言っても化け物になるスピードが遅いだけだ。はあ、私らしくないことをしたわ。金銭至上主義のジャトヤは自分のこと以外はどうでもいいのが私の心情だっていうのに。ニコは自分が思うほど銭ゲバじゃないってことさ。別に慰めてくれなくていいわよ。ストリートで育った人間の本質は私が一番よく知って。ちょっと反応が遅いんじゃないかい。プロキシ、本当にあんたたちなの？お待たせ。実はさっきからいたんだけどね。アンビーとビリーが騒いでたのにニコは干渉に浸ってて気づかなかったみたいだね。ってことは全部聞かれて。長い付き合いなんだし、恥ずかしいとか情けないとか思う必要はないよ。恥ずかしいだなんて思ってないわ。無駄話はいいから、金庫奪還作戦続行するわよ。金庫の信号はあの辺だね。よし、依頼続行よ。敵に気をつけてくれ。調子はどう？万全ではないけど、作戦には支障をきたさない。さすがプロ。これでも食らっとけ。了解。
撃破する。聖なる星の光を浴びろ。ソレノイドエンジン。アンビー交代だ。なるほど、連絡が途絶えたのは店長の設備が謎のハッカーに乗っ取られたのが原因だったんだな。ニコが依頼料をケチったことを怒ってたわけじゃないんだ。そんな血も涙もないプロ騎士じゃないよ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。それでプロ騎士の話を聞く限り、一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーはそれを返してあんたを見つけたのかしら。 HDD の脆弱性診断をやったけど、確かにその可能性が一番大きいね。それじゃあ関ヶ組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら、私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬メテオマットみてえだな。ありがとう。ビリーにとっては最上級の褒め言葉なの。はぁ、あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って、仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら、金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。アクシデント？侵食で生かしちまった関ヶ組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物より先に金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを追うわよ。プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方にフォローの叫びを検出。まもなく仮想エリアに転送されると推測。墜落にご注意ください。フォローの裂け目はフォロー内部の空間乱脈現象によるものです。フォローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の裂け目は下方向に生成されたエリアに通じているようです。裂け目に足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。ちょっとしんどいかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のホローレイダーだから。何回やっても慣れねえんだこれが。必要のない時はなるべく裂け目を回避するけど、今回は必要な時だからね。お、ってことは金庫はここにあんのか。落ち着いて周りをよく観察してみて。
進むルートをしっかり考えないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。あ、もう何度も何度も。もう容赦しないんだから。エーテリアスが凶暴化した。気をつけて。知ったこっちゃないわ。私のものを返しなさい。おっと、ニコの親分も凶暴化したぜ。押し切るぜ。これでもクラップ系。追加料金ね。すごい。そうだ。ターゲットを排除する。
みかける。粛清する。厄介な問題が一つ残ってる。脱出経路を計画するためのデータが削除されて、本来のルートが使えなくなったんだ。ここから出られない？あんなに苦労してやっと元に戻ったと思ったら、まさかこれで終わりだなんて。くそ、モニカ様とデートしたこともねえってのに悔しいぜ。けどなかなか悪くない人生だった。落ち着いて、他の手がないか考えてみる。最後の言葉を残すのはまだ早いよ。僕に一つ考えがあるんだ。それにはニコの同意が必要なんだけど。同意する。まずは話を聞いて。僕のシステムに侵入したハッカー曰く、金庫にはあのロゼッタデータに匹敵するものが入っていて、それがあればフォローを自由に出入りできるそうだ。もしその話が本当なら、それを使ってフォローから脱出できるはず。君がこれを開けることに同意してくれれば。同意する。さっきから言ってるじゃん。依頼人からの任務なんだろ。少しくらい躊躇しないの？生きるか死ぬかの瀬戸際なのよ。第一、私がここから出られなかったら誰が金庫を渡すっていうの？開けちゃっていいわ。暗証番号は知ってるのよね？うん。でも先に言っておくけど、これは賭けだ。強制的にデータを読み取った結果どうなるかは分からない。待って、質問があるんだけど。あなたの本体はフォローの外でしょう。そのまま立ち去ることもできたのに、どうして危険を冒してまで私たちを助けに来たの？他に何か企みでも？アンビー、何を言っているんだい？僕は君たちのプロ騎士だ。連れて行くって約束した以上、絶対に連れ出してみせる。もちろん代替案は用意してある。もしこっちが失敗したら、 HDD システムがインターネットに救援依頼を出してくれることになってるんだ。その時は安心して。ここを脱出できたら何があっても店まで助けに行くから。依頼料もそれくらいあっさり支払ってくれればいいのに。お願い、目を覚まして。利用規約及び条件、他人への受験を禁止、異常または他のいかなる形での譲渡も禁止。店長、やったぞ。俺たち出てきたんだ。あなた様はご自分と該当存在の共同利益を保護するために、必要に際して十分な受験を行うことに同意する。ポンプが痙攣してる。店に戻って本体を確認した方がいい。うるさいな。何の音だ？蒸気の利用規約に同意しますか？
同意する。受験規約へのサイン完了。これよりあなた様のサポートを開始いたします。共に新エリートを。これは驚いた。カギのうち一本がどうやらすでに有効化されたようだ。本当？どの鍵？ゴースト？ジュニ？それとも妖怪？そのどれでもない。フェラリーさ。あらあら、それは面白くなりそうね。お兄ちゃん、やっと目を覚ました。もう大丈夫。お兄ちゃんは今うちの中にいるんだよ。あのデータチップは、ニコたちは、それと僕は一体どうやって帰ってきたんだ。はいはい、落ち着いて。回復したばかりなんだからあんまり興奮しないように。ちゃんと状況を説明するから。まずはデータチップを読み取った後、お兄ちゃんの身に何が起きたのか教えてくれる？うん、なんだか夢みたいな話に聞こえるけど、とにかく何があったのかは大体把握できたよ。それじゃあ次は私が話す番だね。お兄ちゃんがデータチップを読み取った後、私たちのポンプが暴走したの。それから何らかのオーバーロード状態に入ったらしくて、ライブハウス404のミラーボールみたいにピカピカ光り始めたんだ。脱出計画は失敗したと思ってたんだけど、ボンプが急にまた動き出して、ニコたちを出口まで誘導してくれたの。お兄ちゃんはその途中で気を失っちゃって、痙攣しながらずっと上ごとを言ってたんだよ。何それ、怖。こっちのセリフだよ。私本当に怖かったんだから。とにかくそれで私が慌ててたところに、ニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとかお兄ちゃんを HDD から引っ張り出したの。今ニコたちがこの件を調査しに行ってくれてる。いい知らせは借金を返済するっていう約束を守ってもらえたことかな。ほとんどは医療費とボンプの修理代に消えたけどね。でも本当の悪い知らせはこれじゃないの。心の準備ができたらパソコンを見てみて。あ、びっくりしないでね。うん、フェアリーいる？呼んできたよ。これは一体。え、続いてのニュースです。システムを起動。3型操縦式修正汎用人工知能、フェアリーです。こんにちは、マスター。びっくりしたよね。お兄ちゃんが気を失った後、 HDD が再起動したの。そして彼女が現れた。僕の聞き間違いかな、 HDD が喋ったような。否定。繰り返します。私は3型操縦式修正汎用人工知能、フェアリーとお呼びください。マスターがサインした利用規約にのっとり、あらゆる面でマスターをサポートし、あなた様がご自分の作業を完了できるよう協力いたします。その時が来るまで。待って、規約って何？それにその時って。利用規約にのっとり、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。手ごわそうな女の子だけど、固く閉ざされた心の扉ほど攻略しがいがあるってもんだよね。リン、なんだか楽しんでない？
マスターのデータが第三者によって削除および伝送された直近の形跡を検知いたしました。これによりマスターの違法フォロー事務調査員、通称プロ棋士としての個人事業が損害を受けております。私はこの損害を補填し、マスターのプロ棋士事業を再建することができます。待って、削除したデータを復元できるってこと？否定。削除命令は撤回できません。しかしデータベースを再構築することができます。私は全都市 80% 以上の知能設備に対し無制限のアクセス権限を有しています。私の協力があれば累積式でフォローデータを獲得する必要がなくなり、毎回リアルタイムでフォロー脱出ルートを分析することが可能になります。そんなのできるわけないでしょ。否定。これは私のコア機能です。証明のためにフォロー調査活動を補佐いたします。すでにフォロー調査事務の個人情報統合センター、通称インターネットの匿名フォーラムよりマスターの現状にふさわしい依頼を選別しました。どうぞスケジュールやご希望に合わせて実行時間をお選びください。これからよろしくお願いいたします、マスター。